タチアナ・カザンキナは、ソビエト連邦のサラトフ州、ペトルフスク出身の元陸上競技選手である。彼女は生涯で7回の世界記録と3個のオリンピックでの金メダルを獲得している。1976年モントリオールオリンピックの約1ヶ月前に、カザンキナは1500メートルにおいて、女性として初めて4分の壁を破る3分56秒0の 世界新記録を樹立した。これは、ルドミラ・ブラギナの世界記録を5秒4上回る記録であった。その後、彼女はオリンピックでも800メートルと1500メートルの2巻に輝いた。特に800メートルでは1分54秒94の世界新記録であった。1980年には、 チューリッヒの1500メートルで3分52秒47という世界新記録を樹立する。これは、かつての大ランナーであるパーボヌルミの記録を上回る大記録であった。しかもこの記録は、その後13年間破られなかっただけでなく、2019年にハッサンに破られるまで39年間もの長い、間ヨーロッパ記録であった。しかし、 彼女は1984年のパリで行われた1500メートルのレースの後、薬物検査を拒んだことにより18ヶ月の出場停止処分を受け、彼女の競技生活は突然終わりを迎えることとなる。ありがとうございます。